こんばんは。こんばんは。はい、水曜夜9時になりました。鈴木みのりです。はい、花井美春です。はい。始まりました。声優エンカウント。この番組は第1、第3水曜日の夜9時からの1時間、ボイスラウンジチャンネルからお送りするガールズトーク番組です。はい。これから1時間スタジオに新人若手女性声優をゲストに招き、私たち2人と一緒にトークしながら様々な縁を深めていきます。 YouTube でも前半は無料で視聴できますが、最後まで見たい方はぜひニコニコチャンネルから会員登録お願いします、はい、こちらからですよ、はい。さらに YouTube ではメンバーシップ登録をすることができます、うん、月額会員になれば過去の番組がアーカイブ視聴できますので、はい、YouTube から視聴している方はぜひご登録お願いします。お願いします、はい、そしてもちろん視聴者の皆さんからのコメントもどんどん見ていくのでなんで笑ってるの？いや違う違う、コメントたくさんお願いします。はい、ハッシュタグの後にエンカウントも忘れずにお願いします。はいはいはい。謎に手を振っている。始まる前誰だろうなって、ね、そうそう10、9、8、そう始まる前やってた6、5ってやってたずっとそう、それで笑ってしまった、はい、楽しい。ということで、はい、前回は、うん、本泉里奈ちゃん、本ちゃんが遊びに来てくれて、うん、嬉しかった。いや楽しかった ねまた本ちゃんともお話ししたい、うん、したいしたい。本ちゃんが着てたね、うん、あのパジャマ可愛いなって思ってたら、うんうん、後日、うん、あのこの店に飾られてて、あ、なんかマネキンより先に着てるって、なんか本当のおしゃれさんだなって思って。確かにどこからその情報をさ、ね、得るんだろうね。ね、しかもメンズパジャマ似合ってた、あれ ねあれメンズなんだよね実は。ね、ね、そう、うん、あ、いろいろ今日はあれよ、カンペにトーク内容なんかいつもより多い気がする。 なんだこれ。11月といえば文化祭の時期、2人の思い出は、秋は食べ過ぎ注意、体型維持のためにやっていることは、最近二人が気になっている話題やニュースはって体型維持だって、なんだろう、なんですか。でもなんかさつまいもなら許されると思って、秋美味しいし結構ね、さつまいも焼き芋食べてる、うん、さつまいもやばくない？ダメじゃないよ。ダメじゃないの？なんか流行ってない、なんかさ、うん、さつまいも食べ、なんかこうご飯の代わりね、おやつとかじゃなくて、うんうん、あ、なるほど、そうそうそう、おやつじゃなくてね、じゃなくて、なんだなんだ、お芋が1日に5、6本食べてんのかと。それはやばい。それはね、やばいなと思っちゃってさ。重い重い。うん、そう、主食で。うんうん、主食か。ちょっと食べて。美味しいよね。今の時期。なんか食べた？秋っぽいの。秋っぽいの？うん、なんだろう。もう、鍋しか食べてない。鍋冬なんだよな。ちょっと早いんだよな。いや、鍋美味しいからね。そうなんだよね。うん、もうね、今日からはモコモコ解禁で、そうそう、メノリンゴもさ、なんか、うん、なんか初めてな感じの髪型してるね。なんかメイクさんにやってもらったけど、なんかすごいさ、うん、キャラ強い感じの、かわいい、かわいい、お団子かわいいね。メイクしてるからできる髪だよねこれもね、これさっきね、喋ってたけど、そうメノリンゴがね、うん、あのそう、なんかメイクしないで言っていいの？これ長くなっちゃうから、長くなっちゃうね。なんかそう、ダメか、またいつか、うん、小出しにしてこう、小出しにちょっと面白い話があったんで今度また話します。そうしましょう、はい、会員登録お願いします。この後は今夜のゲストが登場します。はい、ということで少々お待ちください。お待たせしました。それでは本日のゲストさんを紹介しましょう。田澤真澄さんです。はい、お邪魔します。田澤真澄です。よろしくお願いします。お願いします。ずっと手を振っていた。そう、もうでも私の声乗ってないから、どこまで手、あの声を出していいのか分からず、手を振ったり指を指すことしかできなかったから乗ってたと思うけど。乗ってた乗ってたんだ多分ね。
じゃあもっと喋っとけばよかったな。そうだよ、喋ってよ、喋ってよ、ね、うん、2人は仲良し、仲良しって聞き方なんかあれなの、仲良し、仲良し、どれぐらいのお付き合いお付き合いっていうかそっちの方がみたいな、どうなんだろう、うん、でも、うん、なんか大間さん、うんうんうん、あ、そっか、ねえ、うん、結構仲良くなったかも、うん、なんか同じね、カムアップスっていうチームで、うんうんで、うんうん、一緒だから、うん、結構喋る機会も多くて、ね、収録も一緒のことが多くて、うん、そうで、うんうんうん、帰りとかにお話しして帰ったりとかそうそうして、仲良くなった、うん、そう、あ、なんかあんまりその馴れ初め知らなかったから、うんうん、なんかすごいさっき二人が話してる見て、あ、うん、めっちゃ仲いいと、うん、そう、不思議だったアイドルのあっちの方も、うん、あの一緒にライブとか出たことあったけど そうそう、そこまでしっかりお話ししたことってなかったよ ね、うんうん、多分ね、キャラクターもあんまりね、うん、交わらなかったから、確かに一緒に歌うこともあんまり ね、うんうん、ね、なかったし、なかったし、そうそうそう、そっかそっか、うん、私はもう完全にアイドルの方ね、うんうん、だからでもいや大間さんでやっとなんかちゃんと会話した気がする、うん、ライブの時に、うんうん、あ、一緒になって、なって、そうそうそう、うん、ずっとあの共通のラナちゃん、ラナちゃんが共通の友人、お互いね、あの間に挟まってる人から会話を聞いてて、そう、そう、勝手に仲がいい気持ちになってた、うんうん、嬉しい、だからもうね、タメ口になって、そう、マスミンって呼びます、あ、みのりちゃん、みのりちゃんで、みのりちゃん大丈夫、嬉しい、いいね、うん、じゃあね、はい、2人のイチャイチャを今日いっぱい見れるかもしれませんが、うん、ここからは視聴者の皆様から届いているお便りを紹介していきたいと思います。はい、はい、ゆかりネーム808さんからいただきました、はい、ありがとうございま す、鈴木さん、花石さん、ゲストの田沢さん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、田沢さんがご出演されるということで早速入会しました、お、ありがとうございます。勝手ながらすごく元気なイメージがあったお二人のゆったりふわっとした雰囲気に驚きつつも、ここの新たな一面にエンカウントしてしまったなぁと妙に納得しながら、過去回も楽しく拝見させていただきました。ありがとうございます。この究極の癒し空間で田沢さんからどんなお話が聞けるのか楽しみです。なんというかうまいことを言いたかったのですが、本当は田沢さんがどんな衣装で登場されるのかドキドキしています。こんな衣装です。立ってかわいい。これでもメンズでめちゃめちゃでかくて、うん、ズボンを 3つぐらい折ってる、あ、今それでもまだ余ってます。かわいいかわいい。だからちょっと立ち上がった時ズボン落ちたらどうしようってちょっとね怖い。じゃあやばいよね、うん、ちょっとやばいよね。ダメダメ。なんかさ、うん、あの恐竜っぽくてかわいい。ね、そう、なんか着ぐるみみたいに見える。かわいい。回ってってこう、ま、動くの怖いって。やめとこう。するって。やめとこう。じゃあ危ないよ、やめとこう。生だからね。ね、うん、やめよ。でも男性ものだから ね、あの男性のファンの方はあの、うんうん、ペアができるね、うん、できるよ。 M サイズって言われたからもう一つ大きいサイズもあります。 L もあるんだ。 L もある。へえ、なくなるんじゃないの、店舗から。なくなっちゃうんだ。じゃあ私のおかげってこと。そういうこと。感謝して。感謝。はい、ということで、うん、続きまして、うん、ゆかりネーム土佐のオレンジラビットさんからいただきました。ありがとうございます。みのりんごるんるんマスミン、こんばんは。こんばんは。マスミンは食べることが大好きとのことで、うん、先日は大坪さん、ラナちゃんと一緒にご飯に行かれていたようですね。写真見てました。うん、いっぱい食べる女の子はとても素敵ですが、うん、これまで1回で食べたマックスの量ってどれぐらいだったりしますか。だって、うん、昔は、うん、ラーメン食べに行って、うん、一人前のチャーハン頼んで、うん、一人前の餃子頼んでが一食だった、うん、が一食だ。一食を食べるね。そう、一食だった、うんうん、でも足りんなってその時は思ってた。成長期の時いつだったかな。高校生とか中学生だったかも。18、17とかかな、うんうんうん、
確かに学生時代の食欲って今思うと恐ろしいぐらい食べてた、うん、食べれた。ラーメンは分かんないけど、うん、でも朝ごはん食べてがから学校来て、うんうん、でも2時間目の終わりぐらいでもうなんかおにぎり食べて、うん、分かる。でおにぎりで足りなくて3時間目の後ぐらいに食堂にポテトか何か買いに行って、うん、で4時間目受けてお昼ご飯食べて、うん、お母さんのお弁当食べた後に食堂に行ってデザートの大きいでかいプリン、うん、すごい結構食べてるね。で帰り道になんかスタバ入って夕飯食べてた。消化が早いタイプなのかな。いやでもちゃんと太ってた全然いかついとかでもなくなく、うんうん、ちゃんと太ってなんかそれはそなんか学生らしい体型ではあったけど、うんうんうん、今より多分10キロぐらい、うん、そうなんだ、ね、うん、うん、学生の時はね、うん、そうよ、そうだよ、しょうがない。みはるちゃんは私はね、うん、小学生の時が一番食べた。で、うん、なんかねラーメンとかね3玉ぐらい食べてって、べ、ね、でも全然お腹空いてて、うん、お寿司もマックスね50貫食べた。 50貫、うん、小学生で50貫食べた。すごいフードファイターじゃん。え、水でお寿司流す本当にそれぐらいの勢いで飲んでたんだ。じゃあお寿司そうサーモンも飲んでたすごい。3分ばっかり頼んでた。好きだったんだね。大好きだったね。すごい、思ったよりすごい大食いだった。そうなの。でもなんかいっぱい食べてるときは胃袋大きい感じはする。なんか食べないとちっちゃくなっていくから。そうそう、ね、伸びるよねやっぱね胃はね、うん、あ、北海道だから美味しいんじゃないって、うん、そうかもしれない。いっぱい食べてたから、うん、ダイソンダイソンの時期があるんだね、うん、ありがとうございますじゃあね、そろそろ最初のコーナーに行ってみましょう、はい、最初のコーナーは、うん、田沢真澄のマイプロフィール年表。はい、このコーナーはゲストの方にこれまでの人生を年表にして振り返り、声優としての歴史を知ってしまおうというコーナーです。ゲストの方がどんな幼少期を過ごし、どういったきっかけで声優を目指したのかなど、さまざまな経緯を年表にして書いてきてもらいました。はい、それではマイプロフィール年表をオープン。だーん、うん、えい、はい、いいですか。じゃあお願いします。神奈川県にてオンギャーしました。オンギャー、オンギャーしました。オンギャーしました。オンギャーで、幼少期が本当に静かで、うん、もう外でも泣いたりしないし、うんうん、声出したりもしないし、うん、本当におとなしくて、うんうん、もう感情がないような子でした、うんうん、で、格好も相まって、うん、男の子に間違えられることがすごい多くて、うんうん、もうなんかこうすれ違いのおばさまとかに、うん、あら可愛い男の子ねみたいなめちゃめちゃ言われてたらしいっていう感じで、はい、幼稚園でもうここでもう私の不器用さがもう出ます。お、何をするのにも遅く、身の回りの世話を同い年の子にしてもらってました。へなんかさ、あのなんだっけ、服とかを着るじゃん幼稚園の時に、もうボタン止めるのがもう遅いの、もう、うんうん、ってやってて、周りの子が、うん、やってあげるよっつって言って、優しい。そう、もた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 してるから、うん、友達に恵まれて、ね、そうかも、うんうん、もうでもそのいやでも何もできない子になりました、そんなことないよもう本当にその、うん、本当にもうこの時から不器用で、うん、ね、みんなにいろいろ手伝ってもらって、うん、なんかこうご飯とかもなんか口にあんしてくれてたすごい、かいこの年そうかそうか、うんうんうん、そう、そういう子でした。なるほど、はい、そしてで小学 校、うん、低学年の時はおとなしかったが、うん、高学年で強い女になるべく口が悪くなります。間違った方向に行ってやっぱ強い女に憧れたもあるんですけど、うんうん、やっぱこうおとなしい子って、まあ、なんかこう、うん、受け身になりがちで、うん、もうやっぱちょっとね
自分から走ってきたいと思ったんでしょうね、うん、口が悪くなりました。ここで、うん、もう今治りましたけども。よかった治りましたけども。口悪くなるよね。なるね。バカとか、ね、アホとか、ね、お前とか ね、こう男の子がさ、そういう言葉遣いをさ、はいはいはい、するからさ、なんか映ったりとか、ね、確かに確かに、ね、そうそうそう。そこで悪くなり、うん、中学校演劇部に入ります。そしてまあもともとアニメとか見てたんですけど、うんうん、中2で完全にオタクになります。おそう、中2デビューでしたね、うんうん、オタクが、うんうん、そう、小さい時から親が、うん、アニメとか結構好きで一緒に見てたんだけど、うんうん、そのただ見てただけで、うん、それのグッズを買うとか、うん、これが好きだから派生してどっかに行くみたいのがなくて、うんうんうん、本当にただただ見てただけで、うんうん、で中2の時に仲良くなった子がいわゆるオタクっていう子で、うん、まあ私はこう布教されればハマる人間だから、うんうんうん、見事にハマって、うん、そのアニメイトに行ってみたりみたいな。でもみんな中学生ぐらいでアニメイトデビューするんだね。デビューしたんです、うん、グッズを買ったりとかが中2でした、うんうん、で高校がどれだけ成績を落とさずにサボれるかを考えてました。すごいラノベの主人公みたいなんかうん、まあちょっとだるいなみたいな時期に差し掛かるんです高校って、うん、でそこでまあ、成績優秀の部にはいて、うんうん、でも先生によく思われたいからどうやったらサボれるかなっていうのを日々研究して、うんうんうん、最終的に一番前の席に座ってこうやって勉強してるふりして寝るっていうのを一番前だよすごい強いやってました。強いねそれ。そう、もうずっとこれでバレたら一発で手届くけど ね、 ね、 ね、呼ばれるとはいっつってちゃんと会話してたんで、うん、多分大丈夫、バレてないはず。すごいじゃん。そう、なんかこの一行で勝負してきたのすーちゃんだけだよね、うん、どういうこと、どういうこと確かにサボるみたいな。そう、うんうん、そう、体育祭とかもいかにサボれるかみたいなのをやって、うん、省エネだったんだ。そう、うん、ほぼサボってた。文化祭もサボってた、うんうん、サボってた。文化祭はクラスが待合室みたいなのにしてたから、うんうん、何にもしないです焼きそば売るとかも、ね、そういうのじゃなくて、ないないない、うちのクラスは待合室休憩室どうぞっていうみんなのやる気ないじゃんせっかくの学生時代の青春の思い出が待合室なのやだから何もしないです何があったの待合室にはもう机と椅子置いてあるだけやばそれ需要はでも確かにありそう。あるよ、先生止めないよ、ね、先生は何も言わなかったの。何も言わなかったね、いいじゃないって言ってた。すごいな。すごい。そう。で全部頑張ってバレないようにサボって成績優秀で卒業しました。素晴らしい。よかった。よかった。で、うん、2012年に廃墟に入ります。12年。そうなんですよ。うん、もうここを吹っ飛ばしすぎやろって感じではあるんですけどなんか書いてるうちに足りなくなっちゃってもうここ確かに他のゲストさん割と小学校ぐらいのとこに高校がある、うん、そうだよね、うん、私も他の人見ながらあれ、うん、と思って書いてたね。だからさっきもさ紹介してた時に声優になるためのルーツはみたいなやつだったんだけど、うんうん、吹っ飛ばしすぎて何も何も口頭で口頭で言ってもらって、うん、言ってもらってそんな感じで入りました、うんうん、はい、なるほど。じゃあね、改めて掘り下げて、うん、行きたいんですけど、うん、お写真もね、今日もありますから。そうなんです、うん、私写真出すの多分初、うん、昔の写真とかをーボーイッシュな、そうかもね、うん、どうだろう、うん、じゃあ出してみますか。お願いします。お願いします。これが幼稚園入る前なので幼少期、男の子と間違えられてた時かな。確かに格好がボーイッシュだから、うん、そう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 。で私動かないし泣かないし声出さないから、うん、ウサギが全然どかないの。かわいい。ずっとこの状態でね、かいい動かないのよ。子供にしてはなんかいけるなこの子みたいな。ね、なんか貫禄あるでみたいな。
お前いいやないか。そう。全然ウサギ動かないっていう。ウサギでかい。でかいね、ウサギ。どっちかが大きいのか、どっちかがちっちゃいのかわかんないけど。ウサギでかくないって言われてる。すごい。そう、ちっちゃい子だった。私、未熟児って言われる、うんうんうん、その、体重が2000ない人が未熟児だったんだけど、うんうんうん、でも私未熟児だったから小さい時からずっと小さくて、うんうんうん、大きい時一度もなかった、うんうん、そうなんだ。そう、お城のお父さんじゃない、全然知らない人全然知らない人全然知らない人、本当に怖い知らない人知らない人絶対何もないけど、うん、その言い方だとさ、なんか狙われてる感が出てくる。怖い怖い知らない人です、ね、たまたま映っちゃっただけ、ね、そう、うん、これが何歳ぐらいの、多分ね、うん、幼稚園っていくつだ入るの、3歳 ?3、4歳より前だから多分1、2歳とか、うん、ね、うん、2歳とかかな、うん、2歳くらいかな、うん、かわいい。そうなんですよ、あ、ありがとうございます、はい、うんうん、もう1枚ある、うん、これが幼稚園の時で、私双子なので、うんうん、姉と色違いの服ばっかり。かわいい、双子だったの？そうなの、ね、知らなかった言う機会ないもんね、うん、急に怖いよね、私双子なんだって言われてる、すごく誇りに思ってるんだなって、それいいことだなって、うん、仲はいいの？仲いいね、いま、うん、だにずっと定期的に連絡取ってるし、うんうんうん、遊びにも月1ぐらいには行ってるから仲いいかも。いいね、そう、すごい、なんか写真で家族が写ってる時大体みんなスタンプなんだけど、うん、くるくるくる姉って書いてあるの初めていや、なんかスタンプとかの方がいいのかなって思いつつ、うん、なんかそのスタンプの顔に著作権とかあったら、うん、あ、でもそれ気になるよね自分で隠した、うん、え、似てる2人は、でも、うん、二卵性だから、うんうん、ちょっと似てる兄弟くらいかもしれない。そっかそっかそっか、そう、これは横浜で撮った写真らしい。すごい、かわいい。そう、でも昔の写真は私どっちか分からなくて、うんうんうん、親にこれどっちが私っていうのを聞いた。そんな似てるんだ。似てるんだ。似てるかも、うんうんうん、ちっちゃい時似てて、うん、多分小中学生ぐらいで離れて、高校でまた戻って今また離れてる、うん、そう、そうなのよ、ね、え、やっぱ親は分かるの？なんか顔すごい似てても間違えたりはない？分かるみたいで、私はこの写真じゃなくて別の写真もらった時、これ私でしょって言ったら、いやいや、うん、違う違うって言われて、いやでもこれ絶対私っ て、 言ってずっと譲らなかったから、でも母親的には、親的にはこっちが娘でこっちが姉だよっていうのは分かるらしい。すごいお母さんやっぱり。そう、これで姉って隠してる方が自分で、ね、本当にね、どうしようかな姉の顔をあの放送してしまった、ね、ネット上にごめんね、一回も出したことないのにねごめんね一般人なのに実はみたいな可愛い写真を見せてもらえた。小学校になると女の子っぽかったね、やっぱ。そうだね、うんうん、でもやっぱり色とか黒とか赤とか、うん、そのあとズボンとかスカートとかほぼ履いたことなくて、そう、かっこいい方が好きな、いや、親の趣味、お父さんとかがあんまそういうフリフリしたの着せたがらなくて、はいはい、なんだろう、息子が欲しかったのかな、わかんないんだけど、うんうん、まあ、ちょっと男の子っぽい育て方をされて、うんうん、それこそ、なんだろうな、当時見るような女の子向けアニメを見せてくれなくて、うんうんうん、まあ、お父さんがチャンネルを握ってるんだけど、うん、俺が見たくないものは見ないっていうタイプだったから、うんうんうん、その小学校の時とかで、うん、プリキュアとかかな、うん、わかんないけど、そういうの話に全く入れなかった。じゃあライダー系とかそっちを見て、そうそうそう、そっちの方を見てた。そっかそっか、そう、確かにね、お父さんが、うんうん、私もライダー系がすごい好きで、うんうんうん、だからなんかそれでお父さんがつけてたから、うん、なんかプリキュア
余った時間じゃないか、うん、お父さんがもういなくなって、うん、あ、プリキュアだみたいな感じだと、お父さんの影響、そうなんだ、ね、そうそう、ちょっとね、昔ながらのお父さんだったからね、うん、でも今全然優しいから、私のお父さんの悪口は書くな書くな書くなそしてそれが小学校今の幼稚園、幼稚園か、うんうんうん、その幼稚園だから不器用なの、不器用エピソードを、うんうん、そうね、ここで多分あの不器用あの顔してずっとできないってお姉ちゃんもやってくれたの、なんかいや、え、いや姉は何もしてくれない。あ、そうなんだ。姉は、うん、もう常に喧嘩よ。そうなんだ。でもやっぱ女兄弟ってそうなのかな。私も妹がいて、うんうん、なんかちっちゃい頃は喧嘩ばっかりしてて、今は仲いいけど、うんうん、昔も髪の引っ張り合いみたいな、ね、すごい、あるあるある、あの手も出るし足も出るみたいな、うん、そう、結構頭叩いた叩いてないとか、ね、そう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 、へえ、だ、そう、未だに私姉と喧嘩する。あ、そうなんだ、うん、ただ、うん、それを引っ張ったりはしなくて、うん、わーって嫌った後スンってなって、うん、でねって言って違う、はい、怖い怖い何それ、急に戻るの、戻る戻るって、そう、へー、どんなことで喧嘩するの今。やっぱその家族特有の、うん、友達同士だったら例えば遠慮したりとか、うん、その気を使ったりするのがないから、うん、そこでぶつかったりする。なんでこれって普段からそんなことしないよねみたいな感じでバーってなって、いやいやいや、ぐんぐんぐんドンってなって、シーンって一瞬なって、また別の話に戻る。すごい会話の流れでなんかね、ナチュラルに喧嘩してる。そう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 、面白い。え、男同士だとハサミ飛んでくるから、ね、そちらのオタクだけじゃなくてすごいね、本当にすごい、本当ですか、そうなんだ、そっか、年同じだとより喧嘩しそう、うん、確かに近いとそうかも ね、それこそ小学校の時とか服がどっちの色を着るかみたいなので、あ、揉めそう、そう、ぶつかった時もあった、同じ色好きになっちゃったらとかね。そう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 、結構好きなものの好みは分かれるの？どうなんだろうな、似てるけど、うん、でもやっぱ好きなものを、うん、同じ好きなものを好きになったりするし、うん、多分似てるんだと思う、うん、じゃあより喧嘩、うん、ちっちゃい時は ねぶつかってたね、じゃんけんで見て、うん、うわーってもうずっと泣き始めるみたいな、負けるとそのぐらい、なんか双子ってじゃんけんずっとアイコみたいな、いやそれは聞いたことあるけどさそうなの、ね、それは何情報それ、なんか聞いたことあるんだけど、でも知ってる人いる、聞くけど、うん、なんかそのアニメとか漫画とかの世界のイメージある、そうなの、うん、嘘だった、もしかして聞いてたの、さっつん、さっつん、松田姉妹、そうなの、松田姉妹都市伝説、都市ないよ、ないんだ、うん、ないよ、そうなんだ、何のアニメか漫画か、分かったかった、もうぐちゃぐちゃになってたわ、うん、なるほどね、うん、そっか、え、小学校の時、うん、は、そうよ、うん、最初はおとなしかったけど、おとなしかった、うん、けど、うん、やっぱここら辺で人が助けてくれなくなるのよ、うん、早いなんか早い、小学生で、そうそう、高学年あたりになると、うん、やっぱあの自分のことは自分でやろうねになっちゃう、もう助けてくれなくなっちゃうから、うん、強い女になるしかない、うん、何の影響だと強い女、本当にそれが大きく影響とかはないの、本当に舐められないようにみたいなイメージ、うん、え、どんな口の悪さだ、もうあの男の子って感じの、もうお前とか、うん、なんとかだろうみたいな、完全にその口が悪いっていうよりかは男の子の口調にしてた気がする、サバサバした感じの、そう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 、口喧嘩とかはしないんだ、なんかクラスで、しないかも、なんか、うん、よくある女子が強いみたいな感じのクラスだったから、うんうんうん、すいませんでしたみたいな、男子たちがすいませんでしたみたいな感じのなってたから、ぶつかってることはなかったかもしれない、あ、でも確かに女子がみんな強いんだったら必然的に自分も口悪くなりそうなんですね、うん、確かに、うんうん、いいね、
かっこいい。かっこいいね。かっこいいから。え、口悪いのいつ治ったの？中学。あ、中学。うん、ちゃんと中学で。すごい、割と。うん、え、偉いとか言って。偉い。治った、うん。横浜の女って言われて。横浜生まれじゃないもん。そう。それは演劇部に入ったから治ったの？いや、あのね、うん、もう強くする必要がなくなったんだよね。うん、ここでまたあの地味でおとなしい私になります、うん、助けてもらえる、うん、また助けてもらう、いや助けてはくれないんだけど地味でなんとかそう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 、うん、あのやっぱここら辺で、うん、みんな女性になっていくわけじゃないですか、そこでやっぱ口調的には良くないのかしらって思い始め、うん、っていう感じですかね。なるほど。演劇部に入るのは何きっかけ？ゆるかった。あ、特に興味があったわけでもなかったんだけど、うんうん、部活の量が圧倒的に少なくて、うんうん、もうとにかく私は家に帰りたかったの、うん、で、うんうん、でも部活ってみんな毎日終わった後やるじゃん、うんうん、活動が少なかったの、うん、ズバ抜けて、だから演劇に入ったのよ、理由が新しい、そう、かっこいい、うん、でしかも、うんうん、かあの舞台も、うん、頻繁にやってるのじゃなくて、うん、多分年2回とかしかやらないの、文化祭と新入生歓迎会みたいな、うん、一番最初にある、うん、あそこの2回しかなかったから、うん、あの楽そうって言ってそうなんだ。でもセリフとか覚えるの大変じゃない、うん、まあ、入って大変だなって思ったんだけど、うん、最初のイメージは楽そう、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 楽そうっていうのと、文化祭、ほぼほぼ文化祭に向けて1年動くような部活だったから、もうセリフも覚えちゃうのよ。確かに時間かけてるから、よくある舞台のなんかこう期間が1ヶ月しかないですとかじゃないから、もう覚えるのはそんな苦労しなかったかなって感じ。すごい、文化祭の1個に向けて1年かけるのそうそう、逆にいいものできそうね。本当にだから終わったら、うん、文化祭が終わったら、うん、あの暇期間に入るの、うんうんうん、その暇期間で、うん、みんなとりあえず集まって、うん、とりあえずどうするって言って、うん、やってなんかするって言って、うん、今日はなしでっ て, っていう部活だった。帰宅部に入るっていう選択肢はなかったんだ。絶対どこかに入らなきゃいけなくて。私もそうだった。そうだよね、なんか中学とかはそうだったかなって感じで、そう。え、何の役をやってたかって覚えてる？いや、結構その現実的なお話だったから、うん、人ただまずい役みたいな。いやいや、人人役。なんか、なんかあの、うん、よくあるその、うん、キャラクターみたいな。あ、なんか妖精とか動物じゃなくて、うん、人。人間 A なんだ。そうそうそう、英子ちゃん。そう、何なんとかなんとかちゃんと役名があるような、うん、学園ものみたいな。学園もの。そう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 。え、でも一人ぐらいさ、すごい熱い子とかいなかったの？なんかみんなちゃんと歌ってみたいなやつなかったの？どうなんだろう、いたのかな。いや、私実は部長やってて。部長部長すごい、みんな怒られてる。しょぼい、しょぼい、面白い。もう何を言うもう信じらないんだけど。しかも多分私がおとなしくて真面目っぽいっていうイメージだけで、真面目っぽい。1年生の時から副部長やってすごい。そう、そうな、コーチやってて、まあ、その繰り上げみたいので部長になったんだけど、もうあの、まあ、私が部長だから、あのそんな厳しくしないで、なるべくなるべくなんかなんとかなりませんかねみたいな。なんか毎日さ、滑舌とか発声の練習しましょうとかなかったんだ。あ、なんか各自でやってねみたいな。それこそね、今日収録会先に撮ってて、で次のゲストさんは、うん、もう同じ演劇部に入ってた経験があって、うんうんうん、すごいすごい、あ、こんなに大変なんだとかって思った。ね、本当に。